エロモスです。以前ですね、ミルクボーイさんとかヒロシさんとか安倍元総理とかのモノマネとかパロディ系の動画っていうのもたまに上げたりしてるんですけど、まあ、今回はタイトル通り、いつもここからの悲しい時っていう、わかりますかね、まあ、懐かしいと感じる方もおられるかと思いますが、まあ、こちらですね。悲しい時、自分の学年のジャージの色が小豆色でなんか冴えない時、悲しい時。まあ、何気ない日常生活での悲しいシーンっていうのを取り上げていく面白いネタなんですけど、まあ、今回は地元民の自分が、まあ、富山での日常生活の中で、まあ、ちょっとした悲しい瞬間っていうのをいくつかピックアップしていました。皆さんの悲しい瞬間なんかもあれば、またコメント欄の方でご自由によろしくお願いします。それではいきます。悲しい時、悲しい時、浅野山が負けた時、悲しい時、浅野山が負けた時、悲しい時、悲しい時、なぜか知らないけど富山の県民性を調べるとケチ陰湿がたくさん出る時、悲しい時、なぜか知らないけど富山の県民性を調べるとケチ陰湿がたくさん出る時、悲しい時、悲しい時、県民賞を見たら5回連続で富山県民代表が柴田理恵さんだった時、悲しい時、県民賞を見たら5回連続で富山県民代表が柴田理恵さんだった時、悲しい時、悲しい時、立山化学グループの CM がスティーブじゃなくなった時、悲しい時、立山化学グループの CM がスティーブじゃなくなった時、悲しい時、悲しい時、富山のソウルフル的な八番ラーメンが実は石川県発祥とした時、悲しい時、富山のソウルフル的な八番ラーメンが実は石川県発祥とした時、悲しい時、悲しい時、全国ニュースで富山が撃ったと思ったらしょうもない犯罪だった時、悲しい時、全国ニュースで富山が撃ったと思ったらしょうもない犯罪だった時、悲しい時、悲しい時、全国ニュースのちょうど気になるところで県内ニュースに切り替わった時、悲しい時、全国ニュースのちょうど気になるところで県内ニュースに切り替わった時、悲しい時、悲しい時、大雪で結構積もったのにギリギリ休校にならなかった時、悲しい時、大雪で結構積もったのにギリギリ休校にならなかった時、悲しい時、悲しい時、ファボールの店内で会って一回バイバイって言った友達と二回目会った時、悲しい時、ファボールの店内で一回バイバイって言った友達と二回目会った時、悲しい時、悲しい時、元サッカー部の地元の友達にカターレ富山の観戦に行こうよって言ってカターレは興味ないって断られた時、悲しい時、元サッカー部の地元の友達にカターレ富山の観戦に行こうよって言ってカターレは興味ないって断られた時、悲しい時、悲しい時、終電過ぎて二次会行く人誰もいなかった時、悲しい時、終電過ぎて二次会行く人誰もいなかった時、悲しい時、悲しい時、割とおとなしい友達がハンドルを握った瞬間急にどこ見とらよって富山弁でおらついた時、悲しい時、割とおとなしい友達がハンドルを握った瞬間急にどこ見とらよって富山弁でおらついた時、悲しい時、悲しい時、出身地を聞かれてはじめ社長と同じ富山県と言った時、はじめ社長より富山県の方が認知を低かった時、悲しい時、出身地を聞かれてはじめ社長と同じ富山県と言った時、はじめ社長より富山県の方が認知を低かった時、悲しい時、悲しい時、なぜかラウンド1がない時、なぜかラウンド1がない時、悲し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 い時。